はい、おはようございます。ホビーシティテレビのカズです。今日はですね、松山駅に来ております。さあ、松山から高松まで石槌に乗っていきたいと思います。それでは行きましょう。では行きましょう。はい、すいません。はい、ありがとう。おお、新型車両ですね。やったー、はあ、よいしょ。酒井からの撮影をしていきましょう。次に15分発岡山高松行き特急石塚から前2両が石槌です。はい、石槌でした。はい、あ、そこ一番前全員天候よいしょ、ちょっとおおおおおへへへ、あ、ここにしてくれたんや。ラッキー。この電車は6号車から8号車までは特急石槌12号高松行き、1号車から5号車までが特急潮風12号岡山行きです。席の方はこのようになっております。足元にもステップがついてまして、大きいテーブルもありますね。で、窓も大きいです。そしてこちらが展望ができる席になっていますね。テーブルはこんな感じです。パタンとサボさん、リクライニングこんだけします。はい、こんな感じで展望が見えます。はい、それでは車両の後ろ側です。これが一番後方ですね。最後方に来ております。はい、最後方、ここはねグリーン車なんですよ。唯一この車両のグリーン車です。ですがこっちはね岡山行きにしかついてません。後ろは潮風なんで、ここ潮風車内ですね。ここはバリアフリーの席になってます。バリアフリーの車両はやっぱ扉が広い感じですね。で、こっちバリアフリートイレ。洗面台もバリアフリーで使えるようになっています。この多目的室って何やねんのなぁと思って、なんかね、でもなんかベッドがついて寝れたりもするらしいんですよね。こ
れるのかどうか知らないですけど、なんか新幹線とかそうなってるらしいです。さあ僕が乗るこれは石槌はですね、香川の高松に向かって走っております。それで停電なので上のね方を押さえてるんです。こうなんていうかな、バランス取るのに、歩くのにね、バランス取るのに手出してるんですよ。デッキが結構広めなんですね、どこもね。さあ長距離の旅になりますので自動販売機もついてます。やっぱ自動販売機嬉しいですよね。なんかあの大人ってこう車とかしな、電車の中でうろうろしにくいじゃないですか。すみません僕してますけど、そのうろうろする理由になってくれるんで、行きたい人おると思うんですよ、いっぱい。でここがつなぎ目ですね。ここで後ほど石槌と潮風がお別れするところですかね。ここがちゃうんかな、先頭車両いっぱいで組んでたらそうならないですね。こんなところにね電源ついてるんですよ。スマホ充電したりするのかな。バリアフリー多いですね。バリアフリー先導車で組むからバリアフリーが多くなるのかな。先導車ばっかりで組む、先導車いっぱいなのかな、これ確か。さあそして車両はまだまだ続きますね。また先頭車両、あそういうことですね。どこでだから石寿司にするのか潮風にするのかっていうのをポイントを自由に選べるようにしてるのかな。今日は岡山行く人多いからここで切るでとかそんなことある。まあそうなんでしょうね。今日はっていうかそのダイヤでそうしてるのかもしれないですね。この時間帯は岡山行きが多い、この時間は高松行きが多いとかでやってるんかな。先頭車両いっぱいっすね。またここもバリアフリーです。バリアフリーの塊っすね。あここ壊れてる。でこう荷物置きですね。お、また自動販売機。で先頭車に来ました。あとこれが真の先頭車ですね。
さあ、それでは今から車両切り離しの様子を車内から見ていきましょう。ありがとう。お気をつけて。おお、着いたらマリンライナーがいてましたね。さあ、二条編成の特急かわいい。さあ、今回はこちらの石室に乗ってまいりました。さあ、一人一つずつね、お姉さんが席を入れ替えてくれています。いやー、かわいい。この二条編成はかわいいな。うん、なんか想像したけど、特急で二条編成はかわいいな。はい、かわいい。うーん、わー、すげーな。へー、はい。さあ、特急石津乗ってまいりました。乗り心地はね、車両によるもんじゃなくて線路によるもんっていうことが多いですね。四国はですね、規格が高速列車が走れるような規格ではできてないそうです。まあでもこの車両は結構快適な方ですね。8600万台って言うんだっけな。はい、この2両の特急列車かわいいです。このね、6号車8号車、なんで7号車ないんやろ。そうそう、7号車がないんですよ。うん、なんでなんやろ。これなんで7号車ないんやろ。そういえば松山駅のやつもなかった車両があったな。潮風もなかった分があるんですよね。なんなんやろ。はい、高松駅に到着しました。ありがとうございました。最後までご覧いただきまして本当にありがとうございます。こちらの番組ではですね、旅行に行ったり公共交通機関に乗ったり激安飯のレビュー、ホテルのレビューをやっております。それではチャンネル登録よろしくお願いします。さようなら、バイバイ。